はい、どうも、テラコヤサリー、テラコスタでございます。今回もですね、英語、動詞の時制、現在完了形についてやっていこうかなと思っております。まあ、現在形シリーズ、現在形、現在進行形、現在完了形、そして現在完了進行形、のですね、シリーズの中の3つ目ですね、現在完了形について今日は語っていこうかなと思っております。現在完了形、括弧過去分詞っていうふうに覚えていただきたいと思うんですが、現在進行形は現在分詞っていうものを使ってました。現在完了形は、過去分詞になりますのでよろしくお願いします。まあ、現在シリーズということで、まあ、これもですね、時制は現在に時制を置きますよと。で、現在完了形っていうことなんで、今まさに終わっているっていう表現なんですけど、現在完了ってね、今終わってる、現在終わってるってことは、過去に始めたことが今現在終わっているっていうことになりますので、時制としては過去を含みますよというところをイメージしておいていただければなと思います。はい。で、この過去と現在で、過去にやったことが現在で終わるというようなイメージ、持っていただければなと思います。で、現在完了形の構造なんですが、have プラス過去分詞というふうに覚えてください。have プラス過去分詞。ね、一応ですね、pp ってね、言い方もします、過去分詞。これ何の略かということなんですが、パスとパーティスプルの略です。はい。パスと過去をですね、パーティスプル。ですね、パート、いわゆる、分ける言葉ということですね。過去を分ける。過去っていうのは過去と大過去、過去の過去、大過去っていうものがありましたよね。この過去と大過去を分けるような言葉ですよっていうのが、この過去分詞っていうふうにイメージしていただければなと思います。ね、あとは現在完了形、過去完了形っていうのは必ずハブがですね、必要になってきますよと。現在完了形は、ハブが現在形、プラス過去分詞っていうもので、ハブが現在形で過去分詞なんで、現在完了という形になります。過去完了は、ハブが過去形、プラス過去分詞なので、過去完了という形になりますよ。っていうところですね、イメージしていただければなと思います。で、まあ、基本形やっていきましょう。ハブプラス、過去分詞。I have been to Hiroshima ですね。はい。I have been to Hiroshima というところで、まずね、気にしなきゃいけないところが、この文の時制は何なのかっていうところでございます。なので、まずハブがあるなぁと。このハブだけだったら現在形です。持っているっていう現在形です。ただ、その後に過去分詞が来てるか来てないかをイメージしてください。過去分詞系の何か動詞が来ているんであれば、それは have という現在形の文ではなくて、現在完了という文になりますよと。で、have been っていうね、been っていうのが be 動詞の、過去分詞という形になります。ね、例えば、is だとするのは is、was、そして been みたいなね、いう形の現在形、過去形、過去分詞形というふうに、ね、分かれると思うんですけども、その be 動詞の過去分詞 been が来てるんで、これは現在完了形だなっていうふうに意識してください。で、このなんで have っていうものが必要なのかってことなんですけども、いわゆる過去にそういうものを持っているっていうような略し方をしてほしいんですね。直訳として、私は持っているそういう過去を、どういう過去を、広島の方向に行ったことがある経験があるよっていうのが、I have been to 広島なんですね。どうしてでしょうか。そういう過去を持っている現在。ね、過去を持っている現在完了形ですね。現在までに完了している何かを持っている。それは何って言ったら、to 広島、広島の方に行ったことがあるってことです。そういう経験を持っている。だから、私は広島へ行ったことがあるっていうふうにですね、翻訳されますよ、というところです。この、その現在完了のイメージわかりますかね、現在持っているんです。何を過去の
過去分子というね、過去の経験を、過去の何かを、過去の動作を持っている、ね、そういうようなイメージ持っていただければなと思います。これもね、現在完了形のイメージをですね、やっていくので、もっと深めていってほしいなと思っております。まずですね、現在完了が表すイメージとして、経験を表します。一度でも過去に何か経験していたら、現在でもそれをすることができますよね。もしくは思い出すことができますよね、っていうところです。例えば、ね、中学校の時に勉強したもの、今は高校生ですよと。ね、一回勉強したんであれば、一回に聞けば、あ、なんかこんなこと学んだなっていうので、問題解けると思うんですよ。その、過去に完了して いる状態が今あるというようなものが、まあ、経験を表しますよっていうのが、現在完了のイメージの一つです。よろしいでしょうか。経験ですね。だから広島に行ったことがあるんですね、過去に。それ経験ですよね。過去に広島に行ったことがある。今は行ってないけど、昔ね、広島に行ったことがある。それ経験ですよね、っていうところです。そのイメージを持っていただければなと思います。次ですね、継続ですね。過去に、例えば病気を患ったね、簡単にね、一日で治る病気じゃなくて、例えばね、後遺症が残るような病気、まあ、今で言うならば、まあ、コロナとかありますよね。まあ、コロナとか、あの病気にかかって、病気にかかったっていう過去がある。で、現在に至るっていうところで、今まさに、もう病気にかかっていることは完了しましたよ。でも、これからもずっとかかってますよっていう継続を表す現在完了形というものはありますよ、というところですね。で、病気にかかった過去がある、私はそういった経験を持っている。病気にかかったという経験を持っている。でも治癒しているとは限らない。で、その病気にかかるっていう、まあ、罹患するっていうものに、関しては、過去がもう完了してますよと、現在に、おいて完了してますよということになります。次にですね、まあ、現在完了形の完了そのままです。ね、昨日やっていたワークシート、ドリル、まあ、宿題、何でもいいですけども、今まさに終わったというような状況を表すのが現在完了形です。まあ、これが一般的な完了形のイメージだと思います。はい、で、この丸の、ね、位置が変わったの、イメージしてほしいんですよね。経験っていうのは過去。まあ、継続っていうのも過去と現在を含めてっていうことですね。で、完了っていうのは現在完了の今現在、今まさに終わったことを表す。そして、4つ目が結果になります。現在、それが終わって、いわゆる、まあ、テストが終わって、まあ、当日に返されるようなテストですね、そういったものに関してはもう、合格したのか不合格だったのか追試なのかっていうね、結果が出ますよということを表現できるのは、この現在完了形というですね、時制になりますよというところをイメージしておいていただければなと思います。はい、まあ、そんな形でですね、今回は現在完了形についてお話しさせていただきました。で、次回はですね、現在完了進行形についてお話ししていこうと思います。この動画がためになったという方は高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。またね。